4号艇山口哲司選手です。早速ですが、今節ここまで準優勝戦を終えての話いかがでしょうか。勝率ない割にはまあまあいってると思いますけど、そうですね、まあ、2連対立の数字よりは動いている、そうですね、何か特徴というのは、特別ないですね。まだちょっと納得という感じではないですか。そうですね、まあ、特別伸びがやられることもないし、あとその気候地か温度で乗りやすさがね、来ればね、いいんですけど。今日かなりコンディションもここまでと変わってましたが、何か影響というのはありましたか。そうですね、もう朝乗ってとにかく重たかったんで、後半はもう早く上がるようにしていったんですけど、もう調整後半は合ってましたか。そうですね、まあなんとなく。では明日も明日の気候コンディションに合わせた調整というところになりますね。そうですね、カラッとなってくれればね、ちょっとペラも合わせやすいんですけど、なるほど。また今節本体整備も行っていましたが、明日はもう本体は、もう今のところ考えてないですね。プロペラとか外回りで、はい、スタートについては今節いかがですか、ここまでの。そうですね、いけてないですね、来始めだからね。なるほど、いけてないです、いけてないっていうより、感通り、ある程度感通りにはいけてるという感じですか。いや、感通りでもないですけど。そうなんですね、分かってませんね。なるほど。それでは最後になりますが、明日の優勝戦向けて一言お願いします。そうですね、女子も含めて長崎3人来てね、3人乗れたんで ね、そんなことないんでね、まあどっちか、さやかがやってくれると思うんで、あとは応援に回りますんで。